はい、お疲れ様です。黒亀です。いつもご視聴ありがとうございます。またですね、緊急で動画を回させていただいてるんですけども、私は今カナダの、バンクーバーという都市にいます。何かと言いますと、ご存知の方も多いと思うんですけども、 ISF ワールドトーナメントという世界で一番大きい、男子ソフトボールの、大会の取材ということで、来させていただいております。うわ、すごい。控えめに言ってですね、本当にもう最高でした。もう何が最高って言い表せないぐらい最高なんですけども、まあ、ちょっとこの辺はまた帰国してからですね、まとめていろんなお話をさせていただきたいと思います。本当にプレーの面であるとか、大会の運営の面、そして、ソフトボールのこれからのあり方について、まあこれから男子ソフトボールがいかに発展していくかとかですね、いろんなことをお話ししたいんですけども、ちょっと今興奮とですね、ちょっといろんなものが混ざり合ってしまって、ちょっとまともにお話ができる状態ではないのかもしれないんですけども、まずはですね、本音来させていただいて本当に感謝をお伝えしなきゃいけない方がいます。それはですね、それこそ、クラウドファンディングを立ち上げさせていただきまして、支援していただいた、皆様本当にありがとうございます。まだですね、18日まで、クラウドファンディングは続きますんで、この動画を見ていただいた方、もしですね、少しでも、この活動を応援してやろうかという方はですね、概要欄の方に、リンクの方を貼っておりますので、そちらからご支援のほどよろしくお願いします。またですね、日々見ていただいている視聴者の皆さんのおかげでですね、私ここまで来ることができました。本当にありがとうございます。今回の大会に参加していただいている、まあ、参加されているですね、6名の、日本人の選手の方、本当にありがとうございます。現地でも本当にお話をさせていただいて、ちょっと動画にできる話とできない話あると思うんですけど、本当にいろんな話させていただきました。まあ、これからの日本のソフトボール界の話もそうですし、個人個人選手としての思いも語っていただきましたし、私自身も本当に一選手として感じるところもありますし、 YouTuber として発信者として感じるところ、例えば、こういうふうにもっと未来になっていったらいいなっていう思いも、だいぶ、まあ、いろんな熱い思いっていうのがありました。これちょっとまとめてまた話させてください。そしてですね、まあ、ちょっと一つ言えることは、もちろん世界ナンバーワンの大会なので、まあ、規模にしてもレベルにしても、もちろん観戦されている観客の皆さんの熱量にしても本当に素晴らしいものなんですけど、まあ、私自身感じたことは、もう日本のソフトボール界ってすごい熱いなっていうふうに思いました。もちろんですね、その世界のナンバーワンの大会なんで、プレーされてる選手、観客の皆さん、運営の方も素晴らしいんですけど、まあ、それと負けないぐらい、まあ、日本の、プレイヤーさん、それはですね、本当に日本代表からですね、普通の一般、そしてまあ小学生とかですね、そういった、競技種別、障害種別関わらず、本当に熱いなっていう部分が、世界に負けないぐらい熱いっていうことを感じました。それは嬉しかったことです。まあ、そして、まあ、世界各国の集まったこの大会ですから、世界のソフトボールの素晴らしさも感じました。ちょっとですね、話のまとまりが若干なくなってしまったんですけども、その私の感じた本当にソフトボールの感動、そして興奮、その部分を、いち早くお伝えしたいなと思って動画にさせていただきました。すいません、あといろんな細かいところのお話はちょっと本当に何回もなるんですけど、帰国してからお話しさせていただきたいと思います。まずは皆さん、本当に視聴者の皆さん、そして何よりもクラウドファンディングに支援していただいた皆さん、まだ続いておりますんで、またお願いしたいんですけど、本当にありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。